はい、年を重ねる美顔はプキとなるメイクアッププロデューサーのショークです。皆さん、こんにちは。はい、今回はプチプラでアイテムを少なくした上にリフトアップメイクっていうことで、たるみ改善メイクをちょっと今日はやっていきたいと思います。本当にメイクあんまりしないんですっていう方とか結構コメントにね、書かれていて、何を買ったらいいですかっていうところで、わからない人はもうアイテムを、はい、すごくキュッと少なめにして、はい、今日は実力のあるプチプラをね、ご紹介していきたいと思います。では早速いってみよう。はい、やっていきます。はい、こちらの方、まずベースなんですけども、ベースは若見えするポイントとしては艶やかなベースを使うのが一番いいです。夏だとマットなもの選びがちだと思うんですけども、もうね、残暑になってきてるので、今新しいものを買うんだったら、ちょっと保湿系のねベースをね狙っていった方がいいかなと思いました。こちらの方は B アイドルのベースなんですけども、これずっと欠品していて、はい、やっと手に入ったんですけども、すごく良かったんですよね。 83% 美容液でね、潤いが続くっていうことと、凹凸を滑らかにするっていうのと、ツヤ増しパールでトーンアップっていうことで、こちらの方ね、仕込みはまるでスキンケアっていうでその通りでした。はい、こういうねチューブ型なんですけども、 SPF が30、PA が2つなので、今の時期だったら日焼け止めをしっかり仕込んでから塗っていただけるといいと思います。はい、で柔らかにする、やっぱりね、まるでスキンケアって書いてあるので、ね、どっちかというと本当美容液みたいな感じですね。ちょっとだけトーンアップするんですけど、やはりね、アイドルのね方がプロデュースしてるのって、やっぱりね、持たせないといけないじゃない、自分たちがパフォーマンスしてたりとかするので、ね、すごくこう長時間つけてて、崩れにくいっていうのはすごい意識されてるんだなっていつも思うんですけど、今片方だけトーンアップもしてるんだけども、浮かない感じで、この毛穴の部分はかなり綺麗に見えてくれてるかなと思います。で、触った時は中が保湿されてる感じで、外はそんなにベタベタしない感じで、ここからケイトのザ・ビビー、これクール&カバーっていうところで EX の2番、本当にちょっとだけコンシーラーのように使っていきます。で、ここ一番大事なのは、よくなじませてからのね、自分の目の下のクマがあるので、この部分にトントントンと、でとにかくこの美の三角ゾーンに綺麗に見せとくと、こう肌がすごく綺麗に見えるのとね、リフトアップしたいなと思う時って、この辺が私たちタルタルしちゃうので、皮膚が下がって下に盛ったりしちゃうんですね。なのでここが薄くなるんですよ。なので薄いところにファンデーションを重ねて引き上がって見えてくるので、ね、このちょうどこのゴルゴのあたりですね、ここをちょっとずつ重ねていきます。ガバッとなっちゃうと、なんか馴染みにくいんですね。そうするとこう外側にバッと馴染ませちゃうと、ファンデーションがね下に重くなってくるので、少量をトン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 しながら、シミが多かったら少し多めに隠せばいいし、このぐらいで綺麗に見えてるなと思ったら止めればいいし、で額も眉毛に近い位置からつけて外側にぼかしていく、ね、で小鼻とかだとすごく、ね、毛穴が開いてる方はここに四方八方塗りをしておくと落ちづらいです。はい、今日はパウダーね、ちょっとすっぴんメーカーインテグレートをつけていきます。ちょっとまだまだ暑いので、フェイスラインってすごく汗かいてしまうので、しっかり首とかね、サラサラってさせてから、残ったのをサラッと、色がねつかないタイプです。今日は、チークの部分がセザンヌのチークブラシュ05番、メープルアプリコットの色と、はい、こちらの方はエクセルさんグレープド、シアグローってことで、ピンクグローの、色なんですけど、これをチークにもハイライトにもアイメイクにもっていうことで使っていくと一気に終わっていくでしょう。はい、なのでこれやってもらうといいかなと思います。まずね、ハイライトゾーンっていうことで、目に軽くアイシャドウブラシでさーっとつけていきます、ね、くすみだけちょっと取っていく感じですね。手前下までさーっと向かしていく。こういうところが私たちくすんでいくので難しい。で、これをやるとちょっと目が上がって見えます。で、こちらもチークなんですけども、両方つけてしっかり、ね、いつも言ってますけど、この毛の中に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 しっかり伸ばして、
アプリコットなので少しオレンジ系ですね。チークを入れるときは幸せそうな顔して、指一本分下の部分から真ん中に向けて集中させて近くに入れておくと日焼けした感じでね可愛く見えてくるので、ちょっとずつ重ねて自分のちょうどいいところで止めてください。はい、ほんのにねアイメイクとチークの色のバランスがわからないっていう方は一緒の色入れとくと統一感が出るので失敗しにくいです。目が下にたるんでくるっていうのは全体的っていうか際からたるんでる方が多いので、ね、この際の部分から広めに置いていく、目開けた時にあ色が出てきたなと思ったら広げるんじゃなくて、横に色入れていきます。で馴染ませていきます。同じ色でいいので、ね、丸みのある筆を使ってあげると使いやすいです。ロージーローザーさんの筆であったりとか、スリーコインズのね筆とか、こうすごい最近使いやすい。今度またね際を濃くしていくのに、ね、先端が細い筆使うと同じ色つけててもまたしっかりついてくるので、なるべく目の際の部分にどんどん濃い色で入れていくと立体感が出来上がってくるので、疲れた目だったりとかたるんだ目だったりとか、はい、しっかりこう際をとにかく意識していただけるといいかなと思います。あとねアイライン黒じゃなくて黒よりも軽くてブラウンよりクールということでグレー系です。ディファイングレーっていう色なんですけども、まつげの美容液成分が配合されているので、この引くたびにまつげケアもできる。あとダブルネウォータープルーフ、お湯で落ちる汗涙乾燥擦れに、ね、強くてにじみにくいっていうことと、あと筆が職人さんのね監修が入っているっていうことで、あとねちっちゃいんですよこれ。買った時にね大きいのかなと思ったら何やらね見て可愛いでしょ。だからポーチにも入りやすいし、速乾でまぶたにつきにくいっていうことがあるそうです。まずまつげのところにこう上に上げるようにてん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 ってこう、ね、横でやっちゃうと絶対失敗しないので、横にしながら上に上げていくようにトントンで、際をしっかり入れるだけでも分かりますかね、際をこうやってねしっかり置いていくだけでも目は結構きっちり見えてきます。で先端がねすごく細く描けるので、まつげとまつげの奥のところにも色をねこう重ねていくとよりしっかりだんだん目がなってきますよね。でそこから押さえてあげて、まつげの際からアイラインを引いていきます。でここまで引いたら、ね、ここの空間が空いてるでしょ。でこれを三角形で埋めていく感じで、少し横に幅を持たせると目が少し上がって見えませんか。自分が思うよりこの目の際ギリギリまで描いてしまうとすっごい垂れちゃって、そっからこのシワに入ってきちゃうのでこうなっちゃうね。でアイラインが苦手な方はさっき言ったこの中だけ仕込んでるだけでも全然違うので、はい、ビューラーの方と、マスカラの方で上げてあげるっていうのをやってあげたらいいと思います。でそしたらこうまつげをちょっと引き上げて、で軽く上げます。でここからちょっと角度を少し外側に持ってきて、今度と斜めに上げていきます。こういう感じ。ここがやっぱりたるんできちゃうので、なるべくこの目のね際の部分を上に上げるっていうことを意識して、はい、やってみてください。でこちらの方はセザンヌさんの耐久カールスリムアイラッシュ S の2、ラッシュ、ね、この細かいやつ、さっき言ったようにこう斜めに上げていきたいので、根元にこうやって当てるでしょ、綺麗に当たりますよね。でここで振ってちょっとずつ外側に長さを出していってほしいんですよ。ちょっと斜めに長さを少しずつ束感出してます。でこっちもねギリギリしたらそのまますっと、で伸ばしたいところだけ縦に、こうやってね何回も重ねていくとかなり違ってきます。下まつげもめちゃくちゃね使いやすい、こんな感じですね。でリップ、でリップは、オペラの、シマーマット、リップスティック、07のロージーピンク、ナチュラルに可愛い柔らかなローズピンクっていうことで、こんな感じの色になります。
で最初に中心にね乗せていきます。で中心に乗せて中心に乗せてこういうのをちょっと3回ぐらい繰り返していただいて指で、今すごくはっきりする色が結構多いじゃない、塗った時になかなかメイクをしてない方って口紅が赤いとすごく恥ずかしくなっちゃうんですよ。なので自分のあこのぐらいの色だったらいいかなって止めていって、次の日じゃあもう一塗りしてみようかなって言って徐々にこうやってね唇を少しずつ濃くしていく。そうするとあれ今日顔色いいねとかなんかすごい華やかだねって言ってもらえるようになるんですね。そのぐらいのトーンが褒められたらそのトーンをちょっと覚えといて、あ私はこのくらいいけちゃうんだなって思っていただければいいです、はい。でそこから、はい、セザンヌの方の、はい、ナチュラルブラウン、まあ、これはね1本あった方がいいかなと思うんですけど、ね、自分の毛の空間の中にちょっとずつ動かし方としては1本ずつ生えてるように動かしていく。で空間を少し塗るときはこう少しふわふわっと動かしていきます。で私はここが毛がないのでないところはトン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 で描いてあります。メイク初心者さんもあの眉マスカラを使ってない方結構いらっしゃるんだけど、眉マスカラつけるだけでめちゃくちゃこうねこなれ感っていうのが出てくるので、眉マスカラっていうのはいろいろ挑戦していただいたらいいかなと思っていて、少しね自分の生えてる色より柔らかい色を、ね、塗ってあげる方がいいかなと思ってます。ちょっとオレンジっぽいのピンクっぽいのとかね、いろいろ今使いやすいようなね形であったりとか、ベタってするものがないのでほんとね色も発色も綺麗だし、そんなにね失敗することがないので、皆さんこれは楽しんでいただければいいかなと思っております。私が勧めるのはやっぱりこのブラシが細いねちっちゃいタイプね、藤子さんだったり K パレットさんだったり最近みんなね細い、ものが多くなってきてるので、まずは不器用ちゃんはマスカラもそうだったんですけど、ね、大きいブラシよりちっちゃいのを使っていくとほんと細かいところまでねつきやすくなると思うのでいい感じです。で今チークもアイシャドウにするのっていうところなんですけども、どうですか、すごいねあの合いますよね、同じ色だからね。ワントーンメイクっていうのがあるんでね、あとちょっとハイライトを最後に入れて頬を少し光らせてあげて、あっという間にできちゃいます。はい、じゃあこちらもやっていきますね。はい、こんな感じになりました。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回は、40代でも50代でも60代でも綺麗に見えるメイクっていうことでシンプルメイクでやってみました。アイシャドウだったり眉毛シャドウとかそういったものもないので、チークとね目と一緒の色だからこそ馴染みが良くて相手も抑えても素敵なメイクはできるんです。はい、なので、私ねあの全然メイク道具を持ってないんですとか結構言われる方いらっしゃるんですけども、この色が合ってるっていうことでワントーンメイクすごくおしゃれに綺麗にどんな人でも似合うメイクになってくるので、ぜひやってみてください、ね、ポイントは美の三角ゾーンを重ねること、チークはね少し顔の中心にポイントを持ってくること、で目の周りと、ね、チークの色を一緒にすることによって統一感を出すこと、で色はポン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 うんぱうんぱもう一声かなって思った手前で止めるっていうのがまず大事です。で少しずつ慣らしていって色を濃さをねどん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 明るい色をね慣れていくっていうことも大事になってきますので、でメイクはもうねあの毎日やってると必ず上手くなる、似合ってくるようになりますね。あれ私合わないんじゃないかなって言って合わないんじゃないかなっていう顔が合わなくしていくので、ね、私は似合うと言い聞かせながら楽しみながらメイクをしていただきたいと思います。はい、またね皆さんあのちょっとやってみて難しかったよとか、これちょっと分かんないですっていうことがありましたら、どん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 コメント欄に書いていただければご希望に応えてどんどんね動画も制作していきたいと思いますのでよろしくお願いします。もし今日のメイクやってみたいなって思ったらいいねボタン登録ボタン押していただけると次の動画の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画楽しみにしててね。